ははいこんばんば、えー、今日届きました三脚ネクサスセブン用三脚固定用ホルダーですね今この黒い部分ここちょうどネクサスにしてるんでね黒と黒で見えにくいと思いますけど、えー、伸び縮みして三脚のこことホルダーのところ金属で、えーうん、かしめるようになってますね、えー、例の、あのー、なんて言いますかね。えー この三脚のネジが規格のネジがここに切ってあって、えー、それをはめ込んでおります、えー、ここ上下しましてねある程度7インチぐらいまでのタブレットは,ーは、えー、ホールダーにはまる可能性が高いですねネクサスはちょうど厚みが薄いんでねきれいに入りますねそういったところで値段が1580円だったかな えー、今日朝注文して夜届きましたね、えー、早便で届きましたねはい、えー、これネクサス7につけてるとこですねこういうふうにちょっとぐるっと回ってみますね黒いんでちょっと見えにくいと思いますけどこういう感じですねここに、えー、2つ爪があって見えにくいと思いますけどここに2つ黒と黒なんでね2つ下に2つこういった形でついておりますちょっと電源を入れてますね 電源をちょっと入れてみますちょっとネクサスを撮影しながらなんでボタンが押しにくいですよねはい入りましたこんな感じですねはい今ついてますよねこんな感じではい僕のネクサスですけどねこんな感じで、えー、ついております今ついたホルダーですね これが上の部分だけを買ったということです、ね、なんで買ったかって言ったら撮影用ですね、これが前カメラ、まあ、これで、あのー、手から離れて読むこともできますね、はいえー、で、えー、ホルダー部分だけを全体買うと高いんでね、えー、ここだけの部分を買ったということですね、全部買うと5000円ぐらいになるんで、えー、ここの部分だけを買ったということですね、三脚のここの付け根と、この伸び縮むする上下。 これをクリップで固定します、はい、長さはこれをカチッと外せば上下伸びるという上下そういう形になっています、えー、タブレットのアマゾンで、えーえー、スマートフォン小型タブレット用固定ホルダーということになっていますね名,前は名称はスマートフォン小型タブレット用固定ホルダーということになっております取り付け方法とかがこういうふうに。 か書いてありますねコービー指名書がついていましたこんな感じですねちょっとピントが合っていませんよねこんな感じははい。はい。ええー、これですね、えー、スマートフォン小型タブレット用固定ホルダーというのがあこれですはい大変便利ですねちょっとお高いような気がしますね、えー、だいたいタブレット用のねこういうのってあの大量生産あんまりしないんでね おそらくコスト的に高いいんだろうと思います、はいえー、売れればねもっと安いのが出てくると思うんですけどねあまり安いの買うと折れたりしますんで、えー、ここが金属じゃなかったりしますんでねこれは金属になってますけどこんな感じですねここにぜあの背面カメラがついています撮影用のために使いますね、えー、動画撮影とかかなりネクサスはねえっ、ー、と、えー、YouTube に投稿した時にねあの高画質でえー えー、投稿することができるし、えー、送る時に早いんですよね処理がだからついこれを使ってしまいますそのためにこれを買いましたそういったところで、えー、固定ホルダーネクサス72013年度版もちろん2012年度版でも対応します、えー、7インチですね小型タブレット用ですね大きな方はダメなんです7インチぐらいまでですね そういったことで固定ホルダーのご紹介でした。ちょっと見えにくいと思いますね。ちょっと最後の向きを変えて、こんな感じで、はい。ネクサス用固定ホルダーのご紹介でした。ではまた。